あのね、うん、もう今日はね、いつもの僕じゃないんですよ。怒りというか、もう怒ってるんですよ。うん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 、あの、何なんすか最近のあの警察官の不祥事といいますか、いろんなことよくあるじゃないですか、うんうんうん、なんかタバコの吸い殻をね、うん、勝手に捨ててて新しいもんにしてたとか、うん、でなんか千葉の方では被害届を出しに来たにもかかわらず、うんうん、今それどころじゃないと忙しいって言って、うんうん、1週間ほど待て言って待たして旅行行ってたりとか、うん、でなんかアルコールをね、うん、ちょっと水増ししてで飲酒にしてたりとか、そんなもありましたし、なんか徳島の方では警察手帳を偽造してて、ね、でそれを売ってたとか、でこの間もなんか自転車の女性をマスクして変装してなんか後ろから近寄っていって触ってたとかっていうのも、それも警察官だったりとか、もういろんなことがこうあるんですけど、僕もね、うん、あったんですよ。いや、そんな大きな話じゃないですよ。まあ、僕にとっては大きな話かもわからないですが、あのね、バイクの駐禁っていうのがあったんですけど、僕それ知らないんですよ。うん、で、バイクが一時、もう何年も前なんですけど、一時僕の目の前から消えたんですよ。なくなったんです。多分パクられたんです。で、亡くなってたんで、一週間ほどね。一週間、かかるかかからへんぐらいなんですけど、それが急に戻ってきてて、で、ナンバーだけが外されてて、で、まあ、バイクもちょっとこう壊れてる状態やって、まあ、気色悪いじゃないですか。で、まあ、一週間後に目の前にあるのはあるし、もうこのバイクももうなんか気持ち悪いしと思って、まあ、処分したというか、まあ、別にバイク屋さんに頼んで処理してもうたんですけど、で、そういうことがあって、でもう全く知らなかったんですね、うん、でそれとは別に友達にたまたま車を貸してたんですよ。ほうほう。でその車を友達がこう止めたら、そこを駐禁切られたと、うんうん、今もうすぐ行かれますんで、うん、でその駐禁があって、駐禁切られたらしいな、でうちここあれやでと、駐禁じゃないところに止めたんやと、うん、だから大丈夫なはずやって言うんだけど、もう貼られてるし、駐禁来てるしで、そのちょっとお前責任持って貼ってくれよと。で、その駐禁の書類というか届くたんびにそいつに渡してたんですよ。で、僕はその車の駐禁やと思ってたんで、これはお前が貼ってくれと渡してたんですけど、なかなか俺は駐禁じゃないところに止めたと。いい日って貼ってくれない。まあ、これ結果を言うと、駐禁もなんかこう、標識がなかったも、駐禁の場所っていうのがあるらしくて、幅が何メートル以上のところじゃないとあかんとか、で、右側に止めた時点でもう駐禁になるとか、そういうこう決まりはあるらしいんですけど、そんなこと知らんもんやから、駐禁じゃないところに止めたって言い張って払ってくれへんかって、で、車検があったんですよ。で、車検を受けるためにはその駐禁を払わへんかったら、その、車検が通らないと。でもしゃあないから、うん、とりあえず自分で払おうと思って、うん、で警察署に行って、うん、で車の駐禁があると思うんですわと、で僕じゃないんですよって、友達に貸してんけど払ってくれへんし、車検通れへんから、もうとりあえずその払い振り込み書というかそれをくださいと言ったんですよ、うん、で行ったらその時に初めて、うん、バイクの駐禁もありますよって言われて、うん、えっていう話になるじゃないですか、うんうんうん、で聞いたらこうバイクの駐禁が一つ残ってると、でそのだいぶ前の話やしと、で早くせえへんかったら差し押さえになりますとかいう話になって、それ偉いことやなと、でもまあまあとりあえず今日はちょっとその車の分を先くださいと、払わんと車検も通れん、もう3日後かなんかやったんで、もう急いでますねって言うて、車の分をもらって、でこのバイクの分はどうしたらいいんですかと、僕乗ったんちゃいますね、一時なくなってたからその時ちゃいますかっていう話をしたら、これはもううちじゃないんで、ナンバーの件とかはどこどこに連絡してくださいって、でまたあれで一回警察署行ってもおてみたいな、またで時間もかかりそうなんで、ゆっくり話しに行きますわって話で一旦そこは終わって、車の車検は出して普通に通ったんですよ。で、バイクの件はそのままにしてたんですけど、うん、時間もかかりそうなんで、うん、たっぷり時間があるときに警察署に行って話しようと思ってたら、うん、警察からというか、もう携帯電話に1234という番号から電話が出たんですよ。おう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 、これ警察じゃないですか。で、何事かなと思って取ったんですけど、うん、バイクの駐禁がありますと、うん。で、もうこれ、はっきり言うて、もうその差し押さえの期日に来てますと。おうおう、でも、車の分も払ってくれはったし、で、その時も話してたんで、どうですかっていうふうに言われた。払う気があるんですかみたいなこと言われたんで、いや、実はね、と。同じ説明ですよ。もう車、バイクは僕はもうしばらく、見てないと、うん、で一週間ほど亡くなってる間に誰かが乗って駐禁切ったんちゃいますかと、うん、それ僕知らんすわって言うたんですけど、うん、いや被害届出されましたって言うから、うんうんうん、いやそんなことにまさかなってると思えへんし、うん、
な出してないと、うん、で1週間ほどでもう手元に物が戻ってきてんねんし出してないしそのバイク自身ももうなくなってる、いや届け出してへんかったらそれはダメなんですよ、うん、って言うんですよ、うん、でいやダメなんですよって言われても僕止めたんちゃうんですわ、うん、で何個かその何度かその中継のやつ送ってるんですって言うんですけど、うん、それはねまた一から説明ですわ、車の中継があってね友達がね同じように説明したんです。でそれと一緒に送られてきててもそれごと友達に渡してるから僕は見てないし分からへんと、で言うても届けを出してへんかったらっていうわけですよ。でいやまだね友達に貸して中金切られたんなら自分にも貸した方には責任があると、それは払いますよルールやしと、勝手に誰かに持っていかれた分の中金をわしは払わなあきまへんのと言うたんですよ。届け出したって言うから、いや出してない分かれへんもんって、ほな払ってもらわんと、いや何かえと、だんだんこっちもこうイライラするわけじゃないですか。何かえ、警察官は犯罪者の肩持てということかい、わしのバイク盗んだやつの中金に払えちゅうことかい、いやそうじゃないんですよ、でも届けを出してもらえへんかったら手続きがどうのこうの、いや知らんがなと、いやで僕が友達に貸したとか自分が止めたとならそら払うよと、盗まれたバイクの中金わしゃ払わなあかんのってなるんですよね。それも初めはいや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 って言うてたんですけどね、もうまあこれはねちょっと僕も悪いかなと思うのは、僕もしつこいぐらいそれ突っ込んだんです。でしつこいぐらい突っ込んだら向こうももうそこを否定しなくなったんですよ。で否定しなくなったんでってことはあれですよね、僕は警察官に犯罪者の肩持てって言われた風に思ってええってことですよねって電話で言うたんです。でそこも否定しないんです。どうかなと、いやしつこいのはわかりますよ、こいつうっとうしいわって多分電話の向こうで思ってるはずなんです。でもそこはちゃんと否定し続けてくれへんかったら僕なんかみんなに言いますよ、警察官に犯罪者の肩持て言われたっていう風に言う思ってるっていうようなことはね。で一個だけ、もう、わかりましたって、払いますって言うたら、もう6000円ぐらいでしょ払いますわって言ったら、6000円ちゃいます、9000円ですって払ってく、言われたんですよ。いや、人員の問題じゃないですと。もう、1円でも10円でもそんな盗まれたバイクのやつ払うん嫌ですわって話もしてたんですけどね。で、その時に、一個だけ、もうわかりました。払いますからと。差し押さえっていうのは、これだけ教えてくださいと。ね、たったその6、たったというのも、まあ、失礼な話ですけど、6000円、9000円の差し押さえって、何差し押さえますのと。100万とか200万とかがあって、家とか車とかじゃなく、9000円の差し押さえって何しますのって言うたら、それ教えられませんって、それはちょっと教えられないんですって言われるんですよ。で、いや、僕、金払うんですよ。犯罪者の肩持せって言われたから。せやから、それぐらいせめて教えてくださいよ。って言うても、それは絶対教えられませんなんですよ。もうね、思わずね、差し押さえ車でほっといたろうかと思いましたわ。せやけど、まあ、昇進的な、昇進民っていうか、こう、気のちっちゃい僕は、ついついお金払ってしまいました。ちょっと怒ってる僕でした。